皆さんこんにちは。クラウドネイティブデイズの草間と申します。皆さん、クラウドネイティブデイズっていうイベントをご存知ですか？クラウドネイティブデイズはですね、クラウドネイティブ技術の祭典ということで、これまで東京、関西で福岡でイベントをやってきました。で、この度ですね、じゃん、クラウドネイティブデイズ2021、スプリング2021オンラインということで、来たる3月11日から12日まで、オンラインに特化したイベントとして、開催することになりました。で、ただいま、登壇者募集中です。で、今回のオンラインのこのイベントの特徴はですね、CFP がない。だから審査みたいなものを一切用意していません。クラウドネイティブに関する発表であれば、誰でも、どこからでも登壇可能っていうのが特徴のイベントになります。で、皆さんの中でこういったオンラインのイベントで登壇したことある方もいらっしゃると思うんですけど、ない方も多いと思うんですよね。で、ない方からすると、結構こうオンラインのね、収録とか大変そうって思われるかもしれない。そう思って、この今ご覧のこの動画を作りました。そう、大変そうって思うかもしれないんですけども、そんなに難しくなく実は収録ってできるんですね。それを証明するために、今このご覧の動画は、もう普通のウェブカメラと普通のマイクと、あとこれ無料のソフトを使って、一切編集なしで収録しています。はい。ということで、そんなに難しくないんだよというのを、これからご説明していきたいと思います。で、例えば、資料作ってもいいですし、こんな感じでね、紙とかにね、書いて、発表するのも全然立派な登壇なんですよ。もちろん、皆さんがね、普段登壇としてイメージされるように、こんな感じでですね、はい、スライドをね、使って発表していただいても、もちろん構いません。これ、スタンダードのやり方だと思います。で、それだけじゃなくて、もうこれ今、ズーム、皆さんのウェブ会議とかね、使ってるズームをそのまま収録に使ってるんですけども、ズームの画面共有を使ってですね、こんな感じで、例えばターミナルの画面ですね。ターミナルの画面をそのまま共有して、こう作業をしながら喋っていただくっていうのも全然ありなんですよ。こんな感じで実物を見せながら喋ってもいいですし、あるいは皆さんがこうソフトウェアの開発者で、クラウドネイティブに関するものをやりたいなって思ったら、例えばこんな感じで、エディターなんかを開いてですね、ライブコーディングみたいなこともね、やれますね。こういった形の登壇も全然ありです。で、例えばこんなんもありですよね。こう、ホワイトボードを使った登壇。あれもこうね、ここで、例えばこう、付箋紙を使っても構いません。いろんな登壇のやり方があるんですよ。オンラインならではだと思いますね。で、とにかく大事なのは、すべてはアイディア。アイディア次第ですよと。クラウドネイティブデイズはですね、オンライン時代ならではのイベントにしていきたいと思っています。だからこそ、こうオンラインの特性を使って、いろんなアイデアを使った、無限の可能性があるイベントにしていきたいなと思っています。ということで、繰り返しになるんですけども、紙どっか行っちゃった。はい。エントリー、お待ちしております。今ご覧のね、動画のこの概要欄にですね、エントリー方法等を記載してありますので、我こそはという方はぜひ、そちらの方をご覧いただいて、エントリーしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。